OK です。即席スピーチの質問は34問あります。その中から一つ選んでください。じゃあ16番お願いします。16番ですね。はいはい、16番ですを読み上げます。次の言葉について思ったことを述べてください。そろばん。え、なんですか。ちょっと待ってくださいね。なんですか。次の言葉について思ったことを述べてください。そろばんですよ。はい、はい、どうぞ10秒以内でスピーチを始めてください。皆さんこんにちは。6番の選手です。どうもありがとうございました。今日は即番について発表いたします。どうぞよろしくお願いします。この即番のことについてのね、一つの指そうと思い出しました。それは今年の冬休みにいいチャンスをめくってインターンシップで日本へ行きました。日本でね、この私の特技のこの即番も持ってきて、毎日即番を通じてスタンスを練習します。そしてあるアルバイトさん、とりあえずジオちゃんと呼びますね。そのジオちゃんは私を見ると、君何をするの。私はチャンスをしますよ。これチャンスしますか。ちょっと変ですよね。その時私はちょっと、中国の文化を舐めるな。これは負け除く全てのチャンスができるよ。ジロちゃんは知らないの？ジロちゃんは日本人は大体知らないよ。これは一体何ですか？私はそう紹介しました。これは中国の古いの算数の機械ですよ。これを通じていろいろな算数ができる。そして私はこの算数の使い方も周りのこの日本人は教えました。この日本人はすごく驚きて、そう言いました。これはやばくない？中国の魔法、本当に始まる。私は、そう言われて、私は笑されました。そう、今の私たちは、本当に中国の伝統文化をだんだん見捨てられているからです。その伝統文化はこそ、私たち中国にとって、とても重要な財産ではないでしょうか。しかし今、ほとんどの人が、即番などの機械は全然使えない。ただ、携帯を持ち、この現代の技術を使って、この、私たちの伝統技術をだんだん忘れてしまいました。ここで、皆さんに呼びたいことは、中国の伝統文化をちゃんと学びましょう。外国人も、我々の文化を教えてあげましょう。そして、自分の文化をもう忘れて、時間になりました。すみません、時間になりました。はい、じゃあ以上です。ご清聴どうもありがとうございました。はい、6番の選手ありがとうございました。次に7番の選手どうぞ入ってください。7番の選手準備はよろしいでしょうか。はい。即席ステージ、4番でお願いします。4番ですね。はい。はい。質問を読み上げます。次の言葉について